インスタをやっぱりしっかり上げることっていうのを毎日欠かさずやっています。まあ、僕らはやっぱり発信力っていう部分ですごい大事にしているので、どんだけ思っていてもそれを発信していかないとやっぱ見られるところでこうなんか飽きてしまうっていう部分がすごくあると思うんで、みんなに共有しているのはなんかこう今だったら本当に SNS だけでその自分を知ってもらえるチャンスが多いので、そこの部分もやめちゃったら多分本当に埋もれていくだけなので、そこはもうみんなで共有してやっていっているところです。実際カットも込めて4時間ぐらいかかっちゃいますね。ブリーチからだけで3時間半とかになってきます。映像だけでしょ。じゃあですね、はい、から相変わらず忙しいですね。あれでも1月12から17がショート。17の何の12から17ですね。なんか後半か後半だな。あー、もちもちちっちゃい。うん、もう出てないあ、本当ですか。うん、それじゃあれだけ出てない。何でもいいんだろう。そうなんだ。でも選挙の前に急にまあ嘘が嫌いというか、こう偽らないっていう部分がすごく大事にしているところですね。やっぱり自分がそういう人に任せたいんで、逆にやってもらうとしたら、なのでそういうのはダメなことはダメ、いいものはいいっていうふうにやっぱり伝えていくことが、まあ、プロとしての部分大事なことなんじゃないかなって思います。ラッキングで一番教育で大事にしてるのは感謝を伝えるっていうところなんですけど、例えばまあご飯とか一緒に行かせ取引先の人と行ったりとか、ましてやその練習とか見ていただいた先輩とか、そういった方々にやっぱりしっかりとお礼を伝えるっていうところはすごい徹底してるわけじゃないですけど、やっぱりこう教えた側が教えてよかったなと思えるのって、まあ、それって本当お客さんも一緒で、応援される自分作りっていうのをしっかりしなさいっていうのはみんなに伝えているところです。捕食と捕食をかき消したなんかミルクの感じがそのまま出るんで、他のやつより透明感が増すって感じで、今の感じだと。なんか普通のミルクを作ろうとしても、こっちの方がちょっとなんか元々がもうその組み合わせたミルクがあるんで、ちょっと透明感が増すっていう感じになってますね。でもやっぱパール系は結構お客さんが求められる色味だと思ってますね。このラインとそういうミルクラインはやっぱり一番人気かなと思ってます。先に種類を入れたけど、はい、
嘘つきになって、はい、そうなんですよ。そうですね、やっぱり一番はそのやっぱり若い学生たちはやっぱりその技術力じゃないですけどカラーの技術力でも最近になってきてその本質を求めているあの新人たちが多くなってきて、それは何かっていうと、まあ、僕らはカラーを育てるっていう部分をすごく大事にしてるんですけど、まあ、髪の毛を育てる、あのそういった部分をすごく感銘を受けいただいて、あの入社希望される方が多くなってますね。あともいいよ、多分こうやった時にこうなるって。めちゃくちゃありますね。その初日オープンした初日にあのスタッフが、まあ、かき集めたっていう感じではあるんですけど、あのそのまあかき集めてって言っても2人だったんですけど、その1人が初日にいなくなっちゃったんで、最初僕1人からのスタートだったんですよ、まあ、その時が一番大変でした。なのでそれを考えたらもう何でも大丈夫かなって感じです。確かに。でしょ？全然。もういいよ。ないって言うから、なんでって言って。それに関してどう思う？伝わらなくて。一番違うのはやっぱお客様一人一人に全員が向き合ってるところかなって思うんですけど、やっぱそのコンセプトである今と未来のカラーを作るっていうところがあるんですけど、全員がそのコンセプトを理解してそのコンセプトに沿ってお客様にあのその各それぞれが提案できたりとか、お客様に寄り添うことができるところが一番違うのかなって思ってます。やばいすかな。やばいですね。いけんってなってもなんか別に1ヶ月ぐらいで打ち終わるじゃん。ヨーロッパとかやばいよね。僕自身はもう何ですかね、あの、まあ、アーティストっていう部分だとは思ってるんですけど、あのもちろんその髪の毛をきれいにするっていうのは正直言ってもう当たり前になってきてると思ってるんで、それプラスアルファで何だろう、その悩みをこう、まあ、自分の言葉だったりとかでその前向きにさせる心もっていうところが、なんていうんですか、自分にとってはその美容師としての仕事のやりがいにつながっているっていう感じですかね。あ、ヘアカラーとはあの自分のブランディングになることだと思っていて、やっぱりそのいろいろこうこれもしたいあれもしたいっていう風になってくると思うけど、一番はブレてない人の方が一番魅力的であって、なんかそこの部分であの自分のヘアカラーも自分の色を見つけてそれにブランディングしていくことが自分の魅力に変わってくると思うので、自分の色っていうのを探してもらえたらいいかなと思います。ザキングのカラーはやっぱりブリーチを使ったハイトーンなんですけど、どこが他のお店と違うかっていうと、こう1年後2年後3年後ってこうずっとハイトーンでいられるっていうところだったりとか、ハイトーンをしながらも髪が伸ばせるっていうところはやっぱり他のサロンと違うところかなって、はい、思います。私はラッキングでやっぱり、はい、キングさんの次に
ついていけるようなトップスタイリストになって、こう名古屋のトレンドを作っていけるようなスタイリストになりたいです。とキングさんはと私がアシスタント時代の時からなんですけど、こう営業中わからないことだったりとか、営業後にこう遅くまで残ってくださって、すごい親身になって教えてくださったりとか、こうスタッフ思い でこうスタッフの誕生日だったりとかをすごい祝ってくれて、本当にスタッフ一人一人を大事にしてくれる、本当に尊敬できる、はい、人です。キャンプさんを通して、もちろんそれは技術を学ぶことだったりとか、そういうのはすごい大事かなと思うんですけど、でもそれはあくまでもその人のやり方だけであって、それをプラスアルファで自分のオリジナリティを作っていくことが自分だけしかできない、お客さんが一番喜ぶことだと思うんで、一番正解は自分でしかないので、そこを貫いていったらいいかなと思います。